はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の極限4をお送りします。で、今回ね、この5問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。ね、もうちょっと花粉症がひどすぎてさ、本当にすごい鼻声なんですけど、あれ気にしないでください。で、今回、前回までと違ってですね、リミットの下に無限大が戻ってきました。だから数列の時みたいな感じですね。ただ、マイナス無限大っていう、こういうタイプもあるんですけど、解き方は基本的に数列の時と同じです。だから、まあ無限大になってて、ここがね、こういう状態だったら、最高次数でくくり出しちゃおうぜって、まあほんと数列の時と同じです。だから、まあ、リミット x 無限大の、今 x2 乗がね、最高次数なんで、2乗でくくりましょうと。そうすると、3マイナス x 分の5プラス x2 乗分の2と。こうなります。まあ、x2 乗でくくっただけですね。で、こうなると、x を入れてみると。でね、ここに関しては、分母にさ、文字が来ちゃって、それ無限大にしたら、ま、0になるから、こいつは0に収束します。こいつらは。まあ、0だと思ってください。じゃ、3が生き残るんですけど、x2 乗を前に出してしまってるので、x2 乗、それを無限大したら、x をね、無限大に持ってったら、当然 x2 乗も無限大になると。じゃあ、無限大と3かけてるんで、これは当然無限大に。なっていきますよっていう。まあ、ほんと数列の時と同じ感じで解いてみてください。で、2番とかも分数もね、たくさんやりましたね。で、あの時と同じで、主役は分母です。下を見てください。下の最高次数で割るっていう。だから分母が x2 乗。まあ、二次式でね、一番これが最高なんで、全体を x2 乗で割ります。だから、割ると、こいつは1ですね。1プラス x 分の3マイナス x2 乗分の1。で、上もね、同時に割るので、これが x 分の5プラス x2 乗分の4とこうなります。まあ、おそらくテストとかで出てきたら、ここ途中式書かされないので、もうこんな丁寧に書かなくていいからね。時間もったいないからさ。こうなるだろうなって予測がつくと思うんで、慣れてきたら。で、さっきと同じで無限大持っていくと、分母にね、x がいるやつだ。こいつ、こいつ、こいつ、こいつ。この4つは全部0になります。0に収束しちゃうからね。だから、下はね、1が残るんですけど、上が0、1分の0になっちゃうんで、結局こいつは、0に収束しますよっていう。で、3番も同じように、今ここのね、分母が主役なんで、こいつが2次が最高だから、x2 乗で割りましょうと。そうすると、まあ、一応書きますね。これ割ると、3マイナス x 分の4プラス x2 乗分の2と。で、上が2マイナス x2 乗分の1。で、この3つはね、0に収束してしまうので、3分の2が残るんだよね。だからそのまま答えにしてしまって、答え3分の2。これに収束すると。これで終了です。まあ、ここまで OK なわけですよ。まあ、数列と変わらないからね。で、問題はこのマイナス無限大マイナス無限大ね。に収束する。こいつです。だから、マイナス方向ね。負の方向にどんどん行ったらどうなるの関数はっていう話。で、これに関しては、一応ね、やり方のセオリーとしては、違う文字を1個導入します。まあ、今 t 使いますけど、t じゃなくても大丈夫です。で、t イコールマイナス x って置くんです。こっからスタートするのがセオリー。で、そうすると、t がマイナス x です。今、x はマイナス無限大なんで、ここにマイナス無限大入れると、マイナスマイナスでしょ？プラスに変わるじゃん。だから、結局 t は、プラス無限大になるんですよ。こうやって置けばね。で、そうして、ここの元々あった式を全部 t に変えちゃいます。そうすると、リミット、t はプラス無限大だからね。で、こうなって、で、代入します。まあ、x イコールマイナス t と同じだから、マイナス t、マイナス2。
で、マイナス t の2乗したら、これはまあ t の2乗になるから、こうなってマイナス 3t とこうなりましたと。式がね。で、この状態、普通のプラス無限大になってるから、上と同じになると、式がね。だから、分母の最高次数。まあ今一次式だね。だから t で全体割ってみようってなって、リミット、こうなって、マイナス1、マイナス t 分の2、分の t マイナス3と、こうなります。ごめんね。で、こっから無限大持っていくと、まずこいつ0なんだよね。さっきと同じで。分母に入れるから、こいつ0に収束すると。だから分母はマイナス1なんですよ。で、分子考えた時に t が残ってる。で、これどうなるかっていうと、t に無限大、こいつ無限大だからさ、ってなれば、マイナス3はいるけどさ、もうマイナス3なんて微力じゃん。けど、この t が無限大に増えるわけだから。つまり、分子の上は無限大なんですよ、こいつ。無限大。上はね。でも、下にマイナス1がいるんで、この無限大にマイナスがかかるから、結局答えはマイナス無限大ですよっていう。これが答えになります。だから、マイナス無限大方向スタートのリミットね、がかかった場合は、基本的に置き換えて攻める。こっちも同じなんですけど、ただ実は4番はね、置き換えなくても攻められるっていう。できるんですよ。で、ちょっとサクッとやっちゃいますね。これこのまんま普通にさっきと同じようにね、下が x が1次式だから割ってみようと。ちょっとさ、リミット書かなくてもいい？そうすると、1マイナス x 分の2、で、x プラス3ってこうなるじゃないですか。で、この状態でマイナスリミットかけ、あとリミットのマイナス無限大かけますよね。で、こいつなんですけど、結局、分母に文字が入ってる場合って、マイナスのリミットをかけてもゼロに収束するんですよ。下の部分がマイナスだとしても数がどんどんでかくなれば絶対ゼロに収束すると。これゼロなんだよね。こいつ。で、下が分母が1になる。1ね。で、今、x はさ、マイナスリミット、マイナス方向に増え続けるから、当然こいつ、全体だったらマイナス無限大じゃん。x がマイナス無限大だからね。そういうことは1分のマイナス無限大だからマイナス無限大ですよね。でも全然解けるんですけど。そう。ただ、まあマイナス無限大にリミットかけたときは、こうやって置き換えることがね、こうやって多いので、まあそれでやって慣れてしまってもいいかなと。ただ、慣れて、全体的に慣れてきて、あ、これ置き換えなくてよくねみたいな。分かったら、その置き換えなくても大丈夫だよ。みたいな感じで OK。で、5番も同じようにいきます。置き換えてね。で、これは置き換えないときつい。ここがさ、ルートの中がこの x だとマイナス無限大かけたときに、まあ、マイナス無限大に持っていくんですけど、2乗がいるんで、こいつプラスなんですよ。つまり、こいつは、プラス無限大になるの。ルート全体だったら。2乗が強いからね。で、後ろはさ、プラス x なんで、マイナス無限大すると、マイナス無限大になるわけ。そうすると、無限大引く無限大になっちゃうから、わかんないんだよね。だから、有利化してやっていくしかないっていう、よくやったパターン。数列のさ。でも、それをやる前に、置き換えちゃおうぜっていう。置くと、t はプラス無限大方向になると。で、置き換えましょう。間違った。で、t はね、プラス無限大なので、で、カッコ、x イコールマイナス t で置き換えると、t2 乗マイナス 3t マイナス1消しましょう。で、マイナス t か。こうなります。今、式がね。で、有利化したいけど、これ、厳しいな。入るから、ちょっと待ってね。で、やりましょうと。で、有利化すると、分母と分子に、こいつ、プラス t をかけます。いいね。こいつ、プラス t。だから、ま、下はね、そのまま書いちゃいましょう。t の2乗、マイナス 3t、マイナス1、プラス t と。で、上は、こいつかけるこいつになってるんで、まあ、2乗引く、公式でね、やっていくと、まずこっち、ルートの2乗が出てくるんで、ルート2乗したらさ、ルート外れるだけだから、公式使うとまずルートの中身が出てくると、左側ね。今これ使ってる、x プラス y、x マイナス y ね。x2 乗マイナス y2 乗なので。で、後ろマイナス y2 乗だから、マイナス t の2乗になる。分子はね。ってなると、t 2乗消えるんですよね。うまく。つまり、ここがマイナス 3t、マイナス1と、こうなりましたと。有利化すると。でもって、分母、じゃ分母じゃない、分数になってるから、分母の最高次数で割りましょうと。で、これは t がね、t で割ることによって、ルートの中は t2 乗で割れるからさ。全体を t で割りますと。そうすると、
ちょっと待って、ね。1マイナス t 分の3マイナス t2 乗分の1。ここプラス1だね。t で割ってるから。で、上がマイナス3マイナス t 分の1か。これ間違えたくねえな。これでいいかな。ってなりましたと。じゃあ t の無限大方向を持っていくと、こいつとこいつとこいつ、これ全部0になるから。じゃあ分母がルート1たす1。つまり1たす1なんで2だよね。で、上はマイナス3が残ってるので、いけっかな。答えはマイナス2分の3と入っててほしい。微妙だけど D だね。うん。っていう感じでございます。まあ、なので、最初にも言ったようにね、数列と基本的にはやり方同じ感じでやってください。ただ、マイナス無限大方向にリミットかかった時は、こういう置き換えを使ってやっていくパターンが多いので、まあ、このやり方もぜひね、慣れてもらえたらと思います。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。